日本では会話が文章より、あ、まあ文章でするのが普通だと思いますね。あの、私の経験では1年間、市役所の国際交流課で働きましたが、その1年間にあの毎週会議がありました。そしてその会議の中で今週の、あの今週何をするとか、今月何、今月何をするとか、そういうことを決めました。それはいつも会話で決めました。だから考えても一度にも文章はもらわなかった。いつも直接顔でいろんな話がありました。一つの例外としては回覧というものですね。回覧は、まあ、うちの会社の中でもの他のオフィスからいろんな情報をもらうとか、他の、まあ、別外の、外の会社から情報をもらうかもしれませんけど、うちのオフィスの中の一人がその情報を全部集めて、で一枚の文章を書いてみんなに回します。でその回覧を読んで、はい、分かりましたよと判子して、そして次の人に回しますですね。だから回覧はまあそれは例外ですけれども、他にはですね、Eメールのことですね。Eメールはそれでも少ないですね。特にアメリカと比べるです。オフィスのEメールを使うのは少ないです。プライベートとしてはやっぱり現在多くの人が使ってますが、それでもアメリカ人より少ないだと思いますから、オフィスのコミュニケーションの一番重要のは絶対会話だと思いますね。